交代して何分ぐらいですかね。そうですね、ついさっき交代したばかりの2人はいなかったのかどうか。そうですね、はい、まあ、一瞬遅れましたけど、やっぱりあの体張りましたね、あの竹谷君がね、はい、山下対竹谷、本当に激しい攻め際を演じて5、6人近くペナルティーエリアの中に入っています。9番が山下、ヤサイドにキャプテンの西が上がってくる、ヘディングシュートは、シュート、7番平岡、1対1同点、東福岡追いつきました。ヘディングで落としてそのこぼれ球、後ろから来たボール、尾身さん難しい体勢でよく押し込みました。この、 あのヘディングのジャンプの高さ見てほしいですね、はい、これ。あ、そうですね、この最初のヘディングのところのジャンプが良かったですね。このセッターのが小島でしたか。いいジャンプですね、はい、キーパー上村もかろうじてクリアが小さい。宮澤がボールを拾いに行きます。高校学園まだチャンス、中村、もう一回宮澤、縦ポストに当ててさあシュートできるか、酒井手に当たったか、東福岡ハンドリングの反則、ペナルティーエリアのすぐ外、これは大きなチャンスを迎えました、東光学園。さあ尾身さん、直接狙える力を持った鈴木、中村、また逆にまた竹谷、菅沼、佐原、こういったあたりも上がってきましたかね。佐原は上がってきていません。壁は今6枚作っています。この6枚の真ん中を開けている東福岡、狙った、なかった。1年生の本山、本山から左に送って小島、小島がどこまで持っていく、左へ開く、小石、小石かわした、センタリング上がる、山下が待っている、山下待っているが、ヘディングの競り落としたボールは東光学園クリア。まだボールは生きています。一旦下げてフリーでボールを持つ本山、本山もシュート力はある、持っていく、本山まだ持っていく、ここで捉えられました。残り4分になります。尾身さん、はい、かわしたか、抑えた、しかしコーナーキックになりそうだ。さあ東福岡高校、残り1分を切ったところで大きなチャンス、同点ゴールを決めたのと同じところ、同じ角度からのコーナーキック、尾身さん、はい、ここは一番のポイントになってきそうですね。そうですね、あのバック陣の大柄な選手みんな上がりましたから、ね、はい、キャプテン西がいます、古賀がいます。さあどうだ、ニアサイド、キーパー片手パッチング、本山シュートはヘディング、どうだ、手を使った、手を使った、東光学園手を使ってしまった。これはレッドカードが出るか、キャプテンの鈴木勝弘にこの後です。シュート、ゴール前ヘディング、思わず手が出てしまいました、東光学園。本山の後この古賀がいいヘディングを見せましたね。そうですね、無念の退場となりました、キャプテン鈴木勝弘。そして東福岡高校はロスタイムに入ってのペナルティーキックをもらいました。これは蹴る方もかなりプレッシャーがかかりますよ。はい、キッカーは行きつ、守る上村、ゴール勝ち越し東福岡、そしてホイッスル、あまりにも劇的な幕切れになりました。東光学園対東福岡2対1、東福岡高校が2回戦進出を決定いたしました。